はい、どうもエンタのゲームイズザボックス、引き続きスターフォックス64やっていきます。さあ、いよいよ3本目ということで、残り2ステージですね。まあ、いよいよ終盤へと向かってきました。これから目指すのはセクター、エリア6で、その後ラスボスと待ち受けているベノムへ向かっていきます。フィールドが切れたぞ。今だ、救急を狙え。めっちゃ連打してますからね、これ。オッケー、倒した。わー、スリッピー弱い。スリッピーすぐ死ぬやんけ。あれ、回復薬とか言ってる。ちょ、待って。かわいがってやる。待って、ゲームオーバー。なんということだ。シュールか、ほんま。この絵シュールか。はい、どうも、エンタのゲームインザボックス、引き続きスターフォックス64、2回目の挑戦やっていきます。もう僕の中での鬼門はベノムです。ベノムオンリー。ベノムのスターウルフ戦だけです。どうだ、ボックス、開いたところを狙うんだ。連打順調、めっちゃ早い。スターフォックスだ。そうだったのか。ブン。さすがはスターフォックス。さすがはスターフォックス。その先の隕石群にも敵が潜んでいる。任せて、任せてください、任せてください。任せてください。よし、ちょっと休憩してリフレッシュしたから、やってみます。だいぶ調子悪いわ、だいぶ調子悪いぞこれ。任せてください、任せてください。オッケー、調子いいぞ。喉の調子がいい。誰が喉の調子気になる。やったぞ。よいしょ、いかんか。133か、ダメだな、それはダメだ。任せてください。そこは敵の宇宙基地がある恐ろしい新兵器を開発中との情報が入っているが、この目で確かめてみます、この目で確かめてみます、この目で確かめてみます。破壊せよ、破壊せよ。何が破壊せよだ。私を判定させなさい。だいぶ上行ったね、ハモっちゃって。止まらねえ。お茶がうまい、お茶がうまいんだよね。作戦完了。スペペン、スパパン、スペペン、スペペン。君たちには本当に感謝している。生きて帰って、本当に感謝している。任せてください、
任せてください。本当にすまない。こちらカイマン、異常な位置よ。クロエ、お前には本当に感謝している。24、緊急配備につけ。ジャックバウ、任せてください。今頃き、よし、しましょう。3つのエネルギー球を全て破壊しろ。フィールドが消えたぞ。今だ、中心を狙え。オッケー、倒した。さあ、いよいよだ。ということで、お楽しみください。この先リベンジします。リベンジします。私がリベンジします。はい、どうも、やったのゲームインザボックス。さあ、今回またやりますよ。2回目の挑戦、スターウルフ連結です。スターボックス、坊や、この新しいおもちゃで遊んであげよう。リベンジを誓う。親父と同じでお前もあんまいやってやろう。仮想動物だ、アンドルフ様に会えると思ったか。狙うよ。さあ、ウルフさん、こっちはどうかな。最後の最後まで引けやつるで。後ろを取らせないで。そう、後ろに近づく。お前たちは門前。おー、もう倒した。オッケー、一匹倒したぞ。後ろに疲れた。おかしい、逃げ切れ。どこや。何をしとる、ボックス、早く。待て、オイラだよ、ボックス。すまん。カエルは泳いでいればいいんだ。何をしとる、ボックス、早く。待て待て、後ろに疲れた。おかしい、逃げ切れん。やばい、ペッピーやばい。ここまでか。無駄や、こいつには耐え。オッケー、2匹目倒した。ボックス、後ろの敵をなんとかしてよ。いいやな。ここや。どこまでも我々に逆らうか。オッケー、倒した。あと1匹。ボタン間違えた。残りはあと1匹か。ウルフだけか。ウルフは後ろ取ってくれんの、またな。さすがだよ、言うことね。どこまでだ。おるよ、前におる。さすがだよ、言うことね。どこまでだ。後ろ取らそう。後ろ取らして、オーケー、倒した。俺より上なのか。早いぞこれ。ここから先は俺一人で行く。やっと行った。あんな時間かかったのに、ただ連打すればいいっていうだけやった。まあレーザーが強くなってるっていうのもありますけどね。レーザーがもともと強かったっていう。1回目やった時からね、レーザー1本だったんでね。そういった面で言えば、だいぶ苦戦してたんですよ。どうもでした。私に逆らうことがいかに無駄なことで、必要だからね、この先。その身を持って味わえない。行ってみようか。左、右。あー、もうゴールや。さあ、ボス戦です。いきますよ、アンドロフ。ターン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 。はい、来た。
ましたよ。どこ狙うんだっけ、目だったっけ、目だ。でやってる間に手を狙う、手を狙う、手に当たらない。それで目を狙うよ。うまいこと当たらんって。でね、手を狙う、手に当たらない。ゲイ、だいぶ早い、順調や。声を打たれるのは偉大な頭脳を持つこの私。それが貴様の正体か、アンドルフ。おお、レザー当たったな、レザー当たった。目を狙う、目を。オッケー、1個倒した。もう1個ね、2個目倒した。ブレイン、ブレインの横にある海馬みたいなやつ、わっしゃわっしゃしたやつ。あー、座れた、逃げて逃げて。あー、ウィング潰れた。距離を置いて冷静にならない。あー、またやられた。あかん、これあかん、これあかんやつ、これ死んだぞ、これ死んだ。まあ、そうそう順調にいかないですね。そう順調にはいかない。最初っからなりますからね。第2段階ぐらいは言ってましたけど、最初っからなりますから。とりあえずレーザーが欲しい。この宇宙を開いたのは偉大な頭脳を持つ私。右手も。私に逆らうことがいかに無駄なことであるか。その身をもって。覚えてないわ、これどこに何があるか。結構ね、簡単にいける方法が。ボムか。あー、ボムしかない。まあまあいいよ。レーザー2本あれやったらいいよ。もう目を狙ってる。もうただひたすら目を狙ってる。
目を狙う、手を狙う、顔を狙う。オッケー、いった。よし。この世を治めるのは偉大な頭脳を持つこの私。ヤク様の正体か、アンドルフ。あ、またやめてこれ、あの折れんだよね、ほとんどの確率で。あの折ってくるんだよね、こいつ確率に距離縮めてくるんだよ。都合のいいようにワープしやがって、距離取りたいんだよこっちは。オッケーオッケー、よしよし、後ろ取ったよ、後ろ取ったら楽だからね。お前は私と人と共に滅びるのだ言って死んだ。諦めるな、自分の感覚を信じろ。どんな時でも決して諦めるな、フォックス。父さん、父さん、これについていきます。あー、歯に一個つわれて、その状態か。さあ、父さんについていきます。ベノムで死んだはずの父さんについていきます。相当早いんで、ずっとダッシュしてそりゃそうやで、羽一個ないんやもん。操縦だいぶ不自由や。はい、切っていきます。必ずついていきます。ここだ、違うルート。父さんどこ行くんです？左、右、左、右、左、右、左。決して諦めるな、自分の感覚を信じろ。さあ、これはペッピーがよく言ってた言葉、夏は親父が言ってた言葉ですね。
打っても当たらないですね。親父打っても当たらないですよ。さあ無事脱出。やっと終わった。作戦完了。無事だったか、フォックス。無事だったか、フォックス。すごいよ。すごいよ。さすがフォックス。大したやったぜ。大してついてるじゃん。いいだってここで初めてやっと言うんですよ、フォックス。どうした、フォックス。お父さんいないんだよ。なんでもない。僕のお父さんがいないんだよ。ああ、トータルスコア1340か。まだまだです。ちょっとできたよ、やろうと思うできないけど、うん、頑張ればね、なんとかできるんだよ。渋谷宮本、宮本さんですよ。プロデューサー宮本さんですからね、うん、さあスマッシュブラザーズのステージでもありました、あのグレイフォックス、グレイトボックスやったっけな。あれ懐かしいですね、64のスマッシュブラザーズでよくやった、このグレイフォックスの上。さあ無事ベノムで、アンドロドをね倒した。その8年後の物語がスターフォックスアドベンチャーだったんですよね。でその8年後に、ペッピーは、舞台を退き、司令官としてスターボックスにいて、で、スリッピーは、技術士として、ね、恐竜の翻訳システムとかも作っていたのは全部スリッピーですから、スリッピーの技術班としてね、いろんなことでボックスを支えるという立場になったスリッピー。でそしてファルコは、賞金に目がくらみどっかへ姿をくらましたっていう噂だけが、それが広まって、実際はどうなのかわからないですけども、ファルコはまあそうやっていなくなっちゃった、スターフォックスから、まあ退団した、まあ、そういうことがあっての8年後、ペパー将軍からもう一回ね指令が下るわけですよ。このスターフォックス64みたいな感じでペパー将軍から指令がやってきて、その指令が、ダイナソープラネットがバラバラになっているから、それの原因を調査して、でそのそれをなんとかしてくれっていう、そういう指令が下ったんですね。でそれがスターフォックスアドベンチャーということですね。さあコーネリア軍に戻ってきました。スターフォックスの一員が戻ってきた。その前にいるのがペパー将軍ですね。スターフォックス、よくやってくれた。君たちさえよければ我が軍に入って一緒に。いえ、我々にはこの方が性に合っていますから。グレートホック出発準備完了。俺たちはもう行きます、はい、ここでお金だけ請求してもうどっか行っちゃうっていうね。夕日を背に、夕日を背にっていうかもう夕日を背景にして走り続けるように、走るシーン多いんですよね実は今ゲーム。オープニングとエンディングに走るシーン多い。エンディングずっと話すっていうのを僕の中で決めてるんで、いろんなゲームのエンディングでずっと喋り続けてるんですけど、スターフォックスの思い出愛すぎていろいろ言うことがあるんですけど、やっぱそのセリフ一個一個はね結構いい言葉言ってるんですよね。そのペッピーが言う言葉もあるんですけど、決して
して諦めるのは自分の感覚を信じろよね。それはもともとはそのボックスの親父が言ってたことなんですけど、まあ、それはそのままそっくりパクってるのがペッピーなんですけどね。そうやって自分の感覚をね、こう貫き通せば、どんな困難にも立ち向かえるだろうっていう、そういうセリフがあったりとか、名言と言えるかどうかわかんないですけども、やったか、いやまだですっていうね、あのエリア6のあのセリフも僕は好きなんです。カイマンっていうのを食べたキャラクター、あれ本当に僕はいいキャラクターなんですよ。本当に、なんか声がとぼけた感じがするでしょ。でも結構あれ上級職員ですよ、あれ多分。それアンドロフ軍では結構上級職員だと思うんですよ。ちょっととぼけた感じがちょっと面白いですね。ああいう掛け合いが、そういうセリフの掛け合いっていうのも結構面白いところですね。はい、終わりということで1340ヒット撃墜数に応じて最後に報酬が支払われます。何？はい、1340機倒したんでそれだけのお金を請求しますっつって、汚い字でね汚い字でフォックスマクラウドを書いてます。でこのお金を請求したということですね。雇われ遊撃隊スターフォックス、フォックスマクラウド、ハンコが押されます。はい、ということでペパー将軍はね、何っていうぐらいのお金をこう請求したということですね。ということでラストシーンはあの反抗すシーンで終わったということです。ということでゴールデンウィーク特別企画ということで、まあ、短編動画、まあ、クリアするのに1時間から2時間程度でクリアできるようなソフトをプレイするという、まあ、そういうコンセプトで今回スターフォックス64をやってみました。結局動画何本になるか分かりませんけど、2回目の挑戦でなんとかエンディングを見ることができました。またこんな感じでね、なんかそういう連休とかね、なんかのタイミングでこういう短編動画、まあレトロゲームっていうのは結構短くサクッとプレイできることがあるので、できるソフトが多い、そういうソフトに関してはね、そういうストーリー実況ではなく 短編動画としてね、こういうジャンルを作ってやっていきたいと思います。はい、ということでまた次回何らかの形でお会いしましょう。その時またインターゲーミングザボックスを見てください。はい、ということでまた次回お楽しみください。ということでご視聴ありがとうございました。